どうも、おやつです。今回は、ロマサガさんのサンプルロムを使って、幻のレアモンの一体である、東鉄との遭遇撃破に挑戦します。サンプルロムとは、製品版が発売される前に、全国のゲーム販売店に配布された体験版カセットのことです。それなりの数が出回っていたようで、今でもオークションサイトや中古屋などで頻繁に取引されています。体験版なので、セーブ機能はついておらず、プレイできるのはオープニングイベントのみです。製品版と比べると、メニュー画面のアイコン、一部の技のエフェクト、NPC 及び一部モンスターのグラフィックなどが、異なっています。また、チートコードを入力すれば、ワールドマップ上にオープニングイベント以降のマップも出すことができ、この時点でかなり作り込まれていたことがわかります。次、レアモンについて。ロマサガさんのレアモンとは、モンスター出現条件の使用上、絶対に遭遇できないと言われている。山、凍鉄、蒼天女、ザッハーク、ワンダーラスト、スフィンクスの、6体のモンスターを指します。製品版ではお目にかかれないこれらのモンスターですが、なんと体験版では凍鉄に限り、改造やバグなどを使わず、普通に遭遇できるようになっています。それでは進めていきましょう。ボドールへ行きたいので、主人公はシノン組かモニカを選択します。今回はユリアンを選びました。ハリードはこの後離脱するので、三日月刀やリジットレザーなどの目星装備はあらかじめ剥いでおきます。途中、製品版同様、ガルダウィングが出現するので、これを撃破します。ガルダウィングの能力値は製品版と若干異なりますが、行動パターンなどは同じです。ガルダウィングを撃破すると、ロアーヌ宿営地でハリードが離脱し、ミカエルからアイテムを支給されます。支給されるアイテムは製品版と同じです。道中、固定敵のかまいたちを撃破し、ボドールへ。そのまま街を素通りして、レオニード城へ向かいます。挨拶を済ませて、城内で一泊したら、レオニードと会話して、ボドールへの洞窟をマップに出します。なお、製品版同様、レオニード城の内部を散策することもできますが、地下へ続く階段が通行止めになっており、ヤミーと戦うことはできません。残念。ボドールへの洞窟へ入り、お宝を回収します。製品版と宝箱の中身が若干異なりますが、生命の杖は健在です。お宝を回収して懐が温まったら、ボドールへ戻ってお買い物タイム。まずは術を購入します。体験版の術屋は、最強術と東方限定の術を除く、すべての術が揃っています。なんとなくトーマスにタッチゴールドを購入しましたが、あまり使いどころがなかったので、必要ありませんでした。次はよろず屋で、不足している防具を購入します。ここの品揃えは、製品版と同じです。なお、ここで売られている力の攻略ですが、効果は製品版における技の攻略と同じです。最後は宿屋に泊まって、これから行う稼ぎに備えて回復しておきます。以降は、凍鉄を出すまで、ここが拠点となります。宿屋で回復したら、いよいよ長く苦しい戦いが始まります。北から町を出て、ボドールイ参道へ。稼ぎの対象は、ここの獣系シンボルです。ポーズを駆使して、敵の側面から接触するようにします。こうすることで、サイドアタックとなり、味方全員に行動順ボーナスがついて、先制しやすくなります。なお、製品版には、サイドをついた、という表示はありませんが、サイドアタックの効果自体はちゃんとあります。ちなみに、敵の背後から接触した場合は、バックアタックとなり、最初の1ターンは、敵が行動してこなくなります。一方的に攻撃するチャンスですが、サイドアタックより難しいので、雑魚相手に無理に狙う必要はありません。獣系シンボルに勝利すると、ランダムで獣の種族レベルが上昇します。獣レベルは、獣系シンボルと演化した際のリーダーモンスターの決定に使われており、このレベルが高くなるほど、強い獣系モンスターが出現するようになります。
そして、体験版の場合、獣レベルを限界まで上げることで、獣系最強の凍鉄を出すことが可能になっています。よって、ここから先は獣系シンボルを借りまくって、獣レベルをひたすら上げていくことになります。当然、この完成部はできないので、うっかり全滅したり、誰かの LP が尽きてしまわないよう、最新の注意を払って進めていかなければいけません。サイドアタックとスタン技やマヒ技を駆使して、できるだけ敵に行動させないことが肝心です。少しでも全滅の危険がある場合は、退却して仕切り直すようにします。このエリアでお供として出現する可能性のある、ドラコニアン、クリプトエルダー、リザードマン、カーペンターは、ファイナルストライクを使ってくることがあるので、こいつらとは戦わないようにします。なお、レオニード城でレオニードと会話してしまうと、オープニングイベントが終わって体験終了となってしまうため、絶対に近寄ってはいけません。入り口付近にいる獣系シンボルに体を倒したら、画面を切り替えてシンボルを復活させます。LP、技ポイント、術ポイントが減ってきたら、ボドウ類の宿屋で回復します。これ以降のアイテムの調達は、ボドウ類の店に売られているもの以外、敵からのドロップ品のみとなります。非常に時間がかかるので、ここから先はダイジェストでお送りします。ダイジェストの間に、なぜ製品版では凍結が出ず、体験版では凍結が出るのかを説明します。ロマサガさんでは、敵シンボルと演化すると、上記の判定式でリーダーモンスターが決まります。判定式には、種族レベルとパーティー人数、そして3つの乱数が含まれています。基本的には、種族レベルの影響が大きく、他の要素は補正として働くイメージです。厳密には、これ以外にも地域ごとの最低レベル補正というものがありますが、今回は関係ないので割愛します。この判定式でいられた値と、その種族のモンスターテーブルから、リーダーモンスターが選ばれます。獣系シンボルのテーブルは、こんな感じです。例えば、判定式の値が114だった場合、112以上、128未満ということで、ヌエが選ばれます。テーブルを見ると、判定式の値が176以上になれば、凍結が出現することがわかります。ここで問題となるのが、種族レベルの上限値の存在です。種族レベルには、種族ごとに上限が設定されており、製品版における獣レベルの上限値は155です。そこで、判定式の値を最大にするべく、獣レベルを155、パーティー人数を6人とした場合、3つの乱数が理想的な値を取りさえすれば、最終的な値は178となり、凍結の出現条件に届きます。が、実際にはこの値は出ません。なぜなら、モンスターの出現判定における乱数の出方は60通りしかなく、その中に理想的なパターンは存在しないからです。存在する中で一番いいパターンを引いたとしても、172にしかならず、凍結の条件である176には届きません。これが、製品版で凍結が出現しない理由です。なお、蒼天女、ザッパーク、ワンダーラストが出現しないのも、同じような理由です。ヤマトスフィンクスに関しては、そもそもモンスターテーブルに設定すらされていないため、種族レベルに関わらず、出現することができません。では、どうして体験版では凍結が出現するのかというと、獣レベルの上限値が、なぜか製品版より高い、160になっているからです。これにより、判定式が取れる最大値も上昇し、凍結の出現条件を満たせるというわけです。ちなみに、体験版では、獣以外にも、ほとんどの種族で上限値が底上げされていますが、残念ながら、それでも凍結以外のレアモンは条件を満たすことができず、出現には至りません。解説は以上です。凍結の一つ前であるキマイラが出始めてからだいぶ経つので、そろそろ凍結が出現するはずです。すいません。解説終わったんですけど、まだ時間かかりそうですかね。データ本当に出た。凍結のデータは右枠の通り。すべての状態以上に耐性を持っているため、絡めては通用しません。音波属性は無効化されませんが、情報が134もあるため、割合攻撃はまず当たりません。よって、純粋に攻撃力の技で攻めることにします。
なお、消極の行動パターンは製品版のデータと全く同じです。サイドアタックの先制効果があるうちに、できるだけダメージを稼いでおきます。ライトボールは、常属性の全体攻撃です。強い。こちらの HP が400前後しかないのに、全体に約300ダメージを与えてきます。デザートランスの行動後防御がついているモニカ以外は、2回くらいは確実に倒されてしまいます。全滅の危険があるため、ここは一旦引くことにします。全滅さえしなければ、何度でも遭遇するチャンスはあるので、無理に焦って危険を犯す必要はありません。もう凍結が出ることは分かったので、再び凍結が出現するまで退却を繰り返します。来ました。しかも、今回はバックアタックなので、1ターン目は一方的に攻撃できます。ユリアンとエレンは分身技を覚えていますが、レベルが低いのと武器が弱い影響で、普通の攻撃力技を使った方がダメージが出ます。なお、分身技の使用は体験版でも健在です。凍結は獣なので、さらにはプラズマショットではなく、獣特攻のビーストチェイサーを使わせてみることにしました。読み通り、プラズマショットよりダメージが出ています。2ターン目からは、凍結が行動してくるようになるので、やばい攻撃が来ないように祈ります。凍結の行動は、全体催眠でした。トーマスとエレンが眠らされてしまいましたが、ナイトメア、サイレン、ライトボール、メガサクションなどを使われるよりは、ずっとマシです。行動可能なのは3人ですが、HP は万全なので、このまま押し切ります。凍結の攻撃はライトボール。一気に全員の HP を持っていかれましたが、時すでに時間切れ。モニカのサザンクロスでフィニッシュです。これにて、凍結との遭遇&撃破、挑戦達成です。凍結撃破時の、各キャラのステータスと装備をお見せします。ゲーム開始からここまでで、6時間以上かかりました。なお、製品版の凍結は、低確率で幻のアクセサリー、霧の水管をドロップするように設定されていますが、体験版の方は、解析してみたところ、ドロップテーブルに霧の水管が設定されていなかったため、何体撃破しても落とすことはないようです。もし設定されていたら、霧の水管を落とすまで凍結を狩るという挑戦でもよかったのですが、残念です。せっかくなので、体験終了まで進めてみましょう。ユリアンの場合、オープニングイベント終了後にプリンセスガードの依頼を引き受けると、その時点で体験終了となります。プリンセスガードを断った場合は、ミョルスからの船に乗った後、目的地に到着する前に体験終了となります。ミョルスでは、詩人やタチアナを仲間にすることもでき、船ではイルカイベントを見ることもできます。
ロマンシングサガ3、11月11日発売。発売が待ち遠しいですね。以上です。ご視聴、ありがとうございました。